こんにちは、安西です。今回は屋久島、九州最高峰の宮之浦岳縦走に挑戦したいと思います。はい、バスを1回乗り換えましてですね、トータルで1時間40分ぐらい揺られまして、こちらの紀元杉というところにやってきました。ここからですね、歩いて20分ぐらいで淀川登山口の方へ向かいたいと思います。その前にですね、ちょっとこちらの紀元杉見ていきたいと思います。はい、こちら紀元杉です。これでですね、樹齢3000年ほどだそうです。いや、もうめちゃめちゃ大きいですよ。太古の力を感じます。縄文杉が樹齢4000年とかだったかな。なのでね、この屋久島の島の中ではかなり古い大木の一つですね。はい、で今回はですね、ちゃんと縄文杉も行きたいと思っておりますが、コースの説明はですね、また後ほどしたいと思います。
はい、ゆっくり歩いてですね、30分ほどでこちらの淀川登山口に着きました。ここからですね、本格的な登山道になっていきます。で、今回のルートはですね、2泊3日で宮の浦岳と縄文杉を縦走するコースで行きたいと思います。で、初日の今日はこのね、淀川登山口から出発しまして、淀川小屋まで、まあ大体1時間ぐらいですかね、歩いてそこで1泊するという工程となります。2日目は宮の浦岳をアタックして新高塚小屋に泊まって、で3日目はですね、縄文杉と白谷雲水峡を回っていく感じですね。で、白谷雲水峡の駐車場がゴールとなります。よくですね、この宮の浦岳縦走で使われる王道コースとなります。で、この淀川登山口にはですね、ちょっとした小屋とトイレもあります。で、登山届もですね、ここで提出していきます。結構入ってる。よいしょ。はい、ということで早速ですね、行ってみたいと思います。水と森の山、通称洋上のアルプスと呼ばれてますね。はい、楽しみです。行ってきます。うわ、大きい。すごい。名もなき木がこれだけ大きい。苔もびっしりついてます。ファッサファサや。気持ちいい。あ、このツルツルのなんだっけ、姫シャガだったかな。ツルツル。めっちゃ可愛いキノコ生えてる。なにこれ。ナメコに形は近いけど違うんだろうな、きっと。
はい、だいたい1時間ぐらいかけてですね、淀川小屋到着しました。ここまでの道中なんですけれども、もう非常にね、緑が綺麗で心癒されながら来ることができました。もうね、新緑とか苔とか、あとね、キノコが生えてたり、花はですね、桜ツツジって言ったかな。はい、とても綺麗でした。で、今日はこの淀川小屋でゆっくりするんですけれども、今見た感じ15人ぐらいいたかな。結構混んでましたね。はい。で、今日はですね、テントも持ってるんですけれども、この淀川小屋のテントバーはですね、大雨が来ると水没してしまうので、まあ、夜中にね、降られたら困るので、ここでは小屋泊にしようかなと思います。はい。で、淀川小屋にはですね、トイレもありますし、すぐ近くの川でね、水を汲むこともできます。はい。で、今日はですね、雨に降られずやってくることができましたが、まあ、初日と3日目はですね、樹林帯なので、まあ、最悪雨に降られてもいいんですけれども、2日目の明日はですね、空の下を歩きますので、晴れてくれたらいいなと思います。で、行程もですね、明日が一番長いので、今日はゆっくりしたいと思います。はい。それじゃあ、だらだらします。おはようございます。2日目朝5時です。昨日はですね、19時過ぎには就寝しまして、たっぷり寝ました。はい。で、今日はですね、2日目の行程になります。宮の浦岳を経て新高塚小屋を目指します。余裕があれば黒見岳や永田岳もトライしていきたいなと思います。天気はね、今のところこれ晴れてるのかな。さっき星も見えていました。なので、天候も期待できます。綺麗な風景見れたらいいなと思います。それじゃあ、まだ暗いですけれども、足元気をつけながら行ってきたいと思います。はい、5時半になりました。もうね、ヘッドライトはいらないぐらい明るくなってきました。東の空もね、もう日の出の時間過ぎてますので、かなり明るいです。で、空はですね、これじゃあちょっと分かりづらいですけど、青空が広がっております。最高です。
はい、で今はですね花の江号というところへ向かっております。あとどれぐらい30分ぐらいですかね。はい、そこで一旦休憩しようかなと思います。日差しが入ってきました。眩しい。でも良かった、すごいいい天気。分岐がありますね。交番岳展望所すぐそこみたいですね。行ってみましょう。わあ、すごっ。それはよいしょ。豆腐岩ですね、通称。縦に切れ目の入った不思議な岩です。山頂にあんなのがあって、どうやって縦に亀裂が入ったんだ。もう一個別の展望所ですね。行ってみましょう。わあ、すげえ。開けた。わあ、雄大だな、やっぱりすごいわ。あっちのね、ちょっと雲の多い方に向かっていくんですけれども、いやちょっと心配ですね。開けたとこに出ました。小花の江号ですね。まだこの森の向こうが本当の花の江号ですね。なんていうのかな、ちょっとした湿原みたいな感じでしょうかね。あ、さっきの豆腐岩が見えますね。綺麗やな。はい、ということで6時30分花の江号です。こんな感じでね、水辺の日本庭園といったような感じで、とても神秘的で雰囲気がいいです。はい、
でさっきまでちょっとガスってたんですけども、だんだん今青空が見えてきましたね。いい感じです。後ろに、ね、見えるのが黒身岳かな。もうちょっと頑張ってほしいですね、バス。はい、ということでこれからですね黒身岳登っていくんですけれども、登る頃にはね綺麗に晴れてくれたらいいなと思います。それじゃあ頑張っていきましょう。はい、花の江号から15分ぐらいですね、黒身岳との分岐に来ました。あっちですね。で、あとここはですね携帯の電波がつながります。僕は au 系なんですけれども1本だけ立ちました。 UQ モバイルですね。はい、でもうずっとね県外だったね、ここでようやくいろんな方と連絡が取れたかなと思います。はい、それじゃあ、黒身岳の方行きたいと思います。黒身岳への登りは結構険しかったと思います。鎖場とかね2箇所あったかな確か。早速ですね鎖場現れました。鎖じゃないですね、ロープでした。よいしょ。まあなしでも行けそうですかね。3つ目ですね。今んとこここが一番険しいかな。すごい。空が開けました。めっちゃ晴れてる。やった。これは楽しみだ。いやいい眺めです。まだ山頂じゃないですけどね。いや見事に晴れてくれました。でね、今見えてるあそこ、大きな岩があるところが黒身岳の山頂ですね。結構まだあります。なかなか険しかったですけど、もう目の前ですね。よいしょ。よいしょ。うわ、やーば。すごすぎる。圧巻すぎますね。すごい。いや、めちゃめちゃ展望いいですね。下に見えるのが花の江号ですね。さっきまで行ったところです。そしてこれが太忠岳だったかな、この向こう側になるのかな、太忠岳あたり、このちょこっととんがったのが愛子岳ですね。そしてこのギザギザした頭が安房岳で、こっちの下にある方が栗尾岳で、奥が宮之浦岳ですね、最高峰で、ひときわ
最終ダンジョン感ある雲をまとってるのが永田だけですね。はい、もう最高の景色です。よかった。とりあえずね、山頂はこの岩の上か向こうかあたりだったと思うので、ちょっとそっちに行きたいと思います。さっきの広場から山頂もうちょこっとだけ登りますね。よいしょ。しかも険しいです。よいしょ。山頂です。はい、やりました。黒見岳です。イエーイ。最高ですね。風がちょっと強い。いや、素晴らしいですね。ちょっとあのてっぺんまで行ってみましょうかね。帽子が吹っ飛ばされそう。いやー、最高ですね。絶景だ。のモロの住処は白谷雲水峡の太古岩だって言われてるんですけれども、こっちの方がなんかそれっぽい感じはしますね。いや、もう絶景最高です。いや、あっという間にガスっちゃいました。目まぐるしく景色が変わりますね。いや、いい時に登れましたね。よかったです。はい、ではですね、名残惜しいですけれども次向かいたいと思います。宮の浦岳方面なんですけれども、間にね、まだまだいろんなね見どころがあるかと思いますので、いろいろ撮っていけたらなと思います。それじゃあね、一旦さっきの分岐まで戻ります。またすっかり晴れましたね。本当によく景色が変わる。はい、8時5分ですね。再び黒見岳のさっきの分岐のところまで戻ってきました。僕はね、荷物持ってっちゃったんですけれども、ここにね、デポしていく方もいますね。というか、デポしていった方が絶対楽です。はい。で、あとはあれですね、ここ電波さっきつながると言ったんですけれども、黒見岳の山頂付近の方がバリバリつながりますね。4本立ってました。はい。じゃあ次はですね、投げ石平というところが700メートル地点のところにありますので、そっち方面目指していきたいと思います。はい、この沢を渡った後ですね、ちょっと険しい登りになります。すでに今先行者が何人か登られてますけれども、よいしょ。
こんな感じですね。じゃあ先行者が渡り終わったので次僕行きます。細いんですよね。よいしょ、よいしょ。さっきみたいなね、険しいところもありますが、もうだいたい整備されているところが多いです。まあこういったね、されてないところもありますけれども、もう全体を通して本当に木のはしごだったり木道だったりたくさんあります。はい、この辺りが投げ石平でしょうかね。8時半です。すごいね、開けて平らな部分が多くて休憩するのにもってこいですね。ちょっとだけ風が強いです。尺投げがポツポツ咲いてますね。いや綺麗だな、いいですね。いや、投げ石平とても景色良かったです。尺投げもねちらほらされてて可愛かったでしたね。はい、今ちょっと登ってきたところなんですけども、もう振り返るとねまた絶景なんですよね。この辺り投げ石平で黒身岳、いやすごい、本当に最高。結構ねロープが出てきたりして険しくなってきましたね。岩場が多いです。急に鹿が現れました。鹿さんはね刺激しちゃうと結構威嚇してくるんで、あんまり近づきすぎないように距離を取りながら。私はあまり怒らせない方がいいぞ。ぜひ見てもらいたいものが。どいてくれた。なんだこれは、木の根がこんなところまで。鬼ごっこは終わりだ。もう完全食事に夢中ですね。今のうちに通り過ぎましょう。さっさと逃げればいいものを。それじゃね。どこへ行こうというのかね。わあ、すげえ。
あの辺りシャクナゲの群生地ですね。たくさん咲いてる。すごいな。今ね、雲に隠れちゃってるのが宮の裏だけでしょうね。また行く頃に晴れてくれたらいいですね。いやもうすごいですね。シャクナゲいっぱい咲いてて本当に綺麗。いやこれは絶景すぎる道だ。すごい。さあ、だんだんね、宮の浦岳近づいてきました。これですね。天気もね、いい感じです。よかった、本当に。それについては本当によかった。最高。いやー、すごすぎるわ。これはまた素晴らしい絶景です。いやーすごいですね。気持ちよすぎる。いやもう本当今日最高のコンディションじゃないですか。もうはい、天国みたいに綺麗なところでした。もうね、木道や石や川とかね、もう本当にすごいいい感じのバランスで配置されてます。で、後ろに見えてるのがこれね、宮の浦岳かと思いきや栗尾岳なんですね。はい、栗尾岳の向こう側に宮の浦岳があるといった感じですかね。はい、ここからまだね結構長いと思うんで頑張っていきたいと思います。一旦ね下っていって、そこから激坂っていう感じですかね。いや楽しみです。ちなみにね、右側に見えてるこれが多分安房岳かと思います。あっちはね、ルートがないのかな、登れなさそうです。いやもうすごいですね。この斜面もシャクナゲいっぱい咲いてますし、手前のここにもあってね、綺麗です。あ、水場が現れました。ここで汲んでいきましょうかね。ちょっと奥になるな。この土地にもですね、いくつかあったんですけれども、結構なんか今日というかこのシーズンがいけないのかな。虫がたくさん湧いてるというか、たかってて、ちょっとあまり飲めたもんじゃなかったんですね。ここなら良さそうですかね。よいしょ。怒らせ。うん、かなり綺麗そうですね。よかったよかった。はい、もうあとはですね、ガシガシと登っていく感じですね。鳥のさえずりと綺麗なシャクナゲと、もうね、どんなに急でも後押しするものはいっぱいあるんで、
頑張っていけそうな気がします。登りもね、かなり険しいです。よいしょ。いや、絶景ですね。しかも面白い岩がいっぱいあります。落ちそうで落ちなさそうな岩とか、モアイ像にねそっくりな岩とかね、奇岩だらけですね。いや、坂はねめちゃめちゃしんどいんですけれども、もうすごい絶景なんですよ。振り返ればこの景色っていうのはね、やっぱ強いですよね。何度でも蘇ります。すごすぎる。はい、ということで、ね、栗尾岳もうすぐそこなんで行きたいと思います。はい、栗尾岳ですね。多分山頂はあっちになると思うんですけれども、行けるのかな。なんかルートなさそうですね。標識もないです。まあ通過点なのでね、次はね最高峰宮の浦岳行きたいと思います。いや、もうあと少しですね。結構登りは大変そうですけど、うん、もう山頂どうだろう、見えてるところかな。あ、そしてありましたね、栗尾岳の標識。はい、1867メートル、やりました。よし、じゃあこれでね、はい、満を持して宮の浦岳行きたいと思います。宮の浦岳の最後の登りです。よいしょ。あー、着いた。ありがとうございます。あー、着いた。失礼します。はい、宮の浦岳九州最高峰登頂です。やりました。いや、感慨深いですね。ありがとうございます。いや、最高の天気ですよ。またね、映像撮って、お見せしたいと思います。
はい、山頂でねだいぶゆっくりしまして、今もう11時50分ですね。はい、次の場所に向かいたいと思うんですけれども、とりあえずね宮の浦岳めちゃくちゃ良かったですね。もう360度の展望で天気も良くてね、本当にこれ以上ないかなっていうぐらいの景色を見ることができました。はい、でね、まあちょっと山頂すんごい混雑してきましたので、今少しだけ下ってきました。で今ね後ろに見えているこのね永田岳、次目指していきたいと思います。どうかな。はい、時間的にはなんとかいけそうな気はします。では頑張っていきましょう。いや、北側斜面もシャクナゲいっぱい咲いててすごい綺麗。マジか、楽園ですね。いや、素晴らしい道ですね。もうシャクナゲと永田岳、振り返ればシャクナゲと宮の浦岳、めちゃめちゃこれは天国と言っても過言ではないですね。はあ、すごすぎる。はい、永田岳の分岐に着きました。こっからですね往復だいたい2時間ぐらいですかね、かけて行ってこようと思います。で今回はもうザックは置いていきます。でもねちょっと三脚が欲しいんで手に持って行こうと思います。はい、じゃあレッツゴー。このね永田岳へ行く道もねめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。まあ、基本笹の間を通っていく感じですけれども、本当に景色のいい高原の道といった感じで、なんたってね振り返ると宮の浦岳っていう、最高ですよ。はい、永田岳の山頂直下に来ました。こっからですね一気に登っていくんですけれども、確かね栗尾岳や宮の浦岳の坂よりも急で大変だったような記憶があります。まあでもねこれ登るとねめちゃくちゃ絶景が待ってると思うんで、それをね楽しみに頑張っていこうと思います。
よいしょ、登り切った、やった。わあ、ちょっとすごいぞ景色が。そしてね、標識がちょっとこの岩の向こうにあるので、先にそっち行きたいと思います。この向こうなんですよね。取れるか。うわー、すごい。そしてよいしょ、あ、ここ登ってこればよかったです。はい、来ました、永田岳1886m。 やりました、最高だよ。ちょっとね、この標識のところからの景色は微妙です反対側ね、すごいんで、ちょっといろいろ映像ご覧ください。はい、ということで永田岳山頂からの景色でした。いや、もう最高ですね。360度全部見えます。でね、やっぱりこれかな、永田岳側から見た宮の浦岳、最高ですね。反対側から見るとね、あんまりパッとしないんですよね、宮の浦岳。でもこっちから見ると綺麗な三角形で、本当に存在感があります。で、この周りはですね、本当にいろんな島が見えたり、まあ陸の方も見えたりですね。あれなんか口の選ぶ島ですし、あれ三宅島じゃないわ、硫黄島だったかな。はい。で、あっちの方は、重島村って読むのかな、とか口の島とかそんな感じですね。で、さらにはですね、開門岳が見えたんですよね。はい。ということでね、はい、永田岳最高の山ですね。もう本当に感動しました。一生痛いですねここにもう夕方とかね、朝とかもきっと綺麗な風景見ることができるんですけれども、まあそれを狙うにはね、どこだったかな、鹿のなんちゃら小屋っていうところに泊まって、トライするのがいいのかなと思います。はい、じゃあかなり名残惜しいですけれども、先ほどの分岐まで戻って新高塚小屋ですね、目指していきたいと思います。前はね、ここでオスのヤクシカさんに当選もされて、なかなか大変な思いしました。今日はいないですね。嬉しいのか悲しいのか、会いたかったな。あ、帰ってきた。ザックも無事かな。ちょっと休憩。鹿児島の蒸気屋さんのカルカン饅頭ですね。おやつにいただきます。うまい。もう一個、同じく蒸気屋さんのドラ丼、ドラ焼きですかね。
どら焼きだ。うまい。はい、それじゃあね、休憩も終わりまして、今15時になりました。で、これから新高塚小屋までが距離にして3キロだそうです。で、コースタイムは2時間20分なので、まあ5時半ぐらいですかね。でも、もうちょっと早く着いたような気がしますので、5時目標ぐらいで行けたらいいかなと思います。で、もうこれ以上のね、絶景は多分そんなにないと思うので、まあ何かあればね、その都度撮りながら行きたいなと思います。ちょっと撮影少なめで行きます。いや、絶景だわ。もう全然足進まないですね。これは。素晴らしい。はい、これやばくないですか？映ってるかな？宮の浦岳と永田岳？両方見える絶景ロードです。すごすぎる。これね、反対側のルートから来たらもうたまんないですね。いいと思います。いや、もう絶景すぎて笑いが止まりません。すごい。はい、さっきの永田岳の分岐からですね、新高塚小屋まで半分ぐらい進んできました。結構ね、しんどいです。登り返しもね、ちょこちょこあったりして、まあただね、途中絶景もあったりして、まあ、それも足が止まっちゃって時間取っちゃうんですけれども、まあとにかくね、楽しみながら歩くことができます。はい、で今開けましたけど、もうほぼほぼ樹林帯に入ってきました。こっから先もね、樹林帯の中歩いていく感じになります。またね、大きな杉とか見れるかもしれませんが、まああまり景色変わり映えしないかなと思いますので、今度こそね、撮影少なめに行きたいと思います。着いた。よし。はい、ですね、16時30分新高塚小屋到着しました。疲れた。結局1時間半ぐらいで来れましたね、あの永田の分岐から。はい、結構テントも張られてるし、小屋の方はどうなってるか分かんないですけれども、
まあ状況を見ながらね、テント張るか小屋に泊まるか判断したいと思います。とりあえずちょっと休憩します。はい、ということで結局テントにしました。やっぱりね、2日目はちょっとプライベートな空間を欲しいなと思ったので、こちらでゆっくりしたいと思います。はい、じゃあ今夕方17時回ったところですけれども、いろいろ晩酌の準備していこうと思います。焼き鳥ですね。なんか鹿児島で買ってきたんですけど、あの真空パックに入った鶏肉炒めるだけで出来上がる。はい。
おはようございます。朝6時です。今日はですね、3日目歩いていきたいと思います。今日はこの新高塚小屋からスタートしまして、縄文杉やトロッコ道を歩いて白谷雲水峡を経由して下山するというコースです。本日も見どころたっぷりとなりますので、お楽しみください。それじゃあ行ってきます。はい、6時55分、だいたい1時間弱ぐらいでですね、高塚小屋到着しました。高塚小屋はですね、3階建ての構造になってまして、ワンフロア5人ぐらい寝ることができるかなと思うんですけれども、結構狭いですね。で、テント場もですね、あんまりスペースないです。晴れて4張ぐらいでしょうか、探せばもっとあるのかなとは思いますけれども、はい。で、水場もですね、ちょっと離れたところにあります。で、ここから縄文杉までは、200メートルぐらいですので、まあ、10分ぐらいでしょうかね。すぐそこなので、このまま行きたいと思います。はい、先ほどの小屋からですね、10分かかんないぐらいで、縄文杉の展望デッキに着きました。僕の今目の前に縄文杉さんいらっしゃいます。お見せしたいと思います。こちらです。はい、ということで縄文杉でした。いかがでしたでしょうか。いや、もう本当に生命のエネルギーが凝縮された権限といいますか、象徴といいますか、とてもね、圧倒的なね、存在感を感じさせられます。
木の高さは25メートルを超え、幹の太さはですね、周囲で16メートルを超えているそうなので、最初のね、登山口にあった起源杉の倍の長さの周囲、幹の太さを誇っております。とても大きいですね。樹齢はですね、定かではないんですけれども、まあ、起源杉の3000年は軽く超えているかなと思われます。はい。そんな縄文杉なんですけれども、僕のね、初めての登山で訪れた場所ということもあって、とても思い入れのある場所です。またこうしてね、訪れて対面することができて、本当に嬉しく思っております。はい。ということでね、またこの場を離れるのも名残惜しいですけれども、次へ進みたいと思います。やっと来た。はい、縄文杉からですね、だいぶ下ってきました。途中のですね、ウィルソン株のところで1時間ぐらい時間を使ってしまいました。ちょうどね、あのツアーの団体と鉢合わせてしまって、なかなかね、無人の映像を撮ることができずに粘っておりました。はい、で今ですね、ここはトロッコ道の終着点といいますか、はい、終点で、ここから縄文杉への登山道が始まるといったポイントですね。はい、で僕はですね、逆で今からトロッコ道を歩いていきます。途中のですね、楠川分かれというところから、白谷雲水峡の方へ入っていこうと思います。ではですね、トロッコ道歩いていきたいと思います。
はい、11時20分ですね、楠川分かれに到着しました。トロッコ道ね、結構長いんですけれども、これをですね、荒川登山口まで行こうと思うとかなり長いです。ましてやね、その往復となる縄文杉コースっていうのはね、かなり、トロッコ道飽きちゃうくらいかなと思われます。はい、で今回はですね、こちらの楠川分かれからですね、白谷雲水峡の方を目指して登っていきたいと思います。じゃあですね、ここを登った先にはですね、太鼓岩と言われるね、絶景が待っています。ちょっとね、曇っているのでどうかなと思うんですけれども、まあ楽しみに行きたいと思います。津川ばかりからの上りはですね、結構上ります。コースタイムで50分ぐらいでしょうかね。はい、で今日もう3日目なんでね、足もだいぶ疲れてきてるんですけれども、そんな中でのね、上りはかなり足に応えますね。はい、で登山道もですね、縄文杉周辺のように綺麗に整備はされていないんですけれども、逆にね、こんな感じのワイルドな道を歩けたりして、なかなかいい感じですよね。はい、でこの道のですね、頂上といいますか、峠、辻峠の手前にですね、大きな岩屋みたいなのがあって、また太鼓岩とは違うんですけれども、それがね、もののけ姫のモロの家みたいな感じに言われてます。またね、もう少しだと思うんで、お楽しみに。見えてきましたね。よかった、いつもは人がいっぱいいるんだけど、今回は誰もいなさそうですね。はい、こんなような全容をしております。このね、くぼみの部分入るので、ちょっと行ってみましょう。はい、先ほどの岩屋からですね、少し登ってきたら辻峠に到着です。ここからですね、太鼓岩登って降りてくる感じなんですけども、一旦ちょっと休憩しようと思います。
はい、それではですね、太鼓岩の方を登っていきたいと思います。結構なね、激坂で10分から15分ぐらい登ります。でね、結構人が多いんですよね。今も団体さんがたくさんゾロゾロとやってきたので、その前に登っておこうと思って、向かいたいと思います。来ましたね。この向こう側に太鼓岩が広がっているはずです。はい、ということで太鼓岩到着しました。こちらご覧ください。いやー、すごい絶景ですね。今日はもう全部見えますね。左から太中岩で、あの辺は沖縄岳とか栗尾岳、そして宮の浦岳も見えますね。すごいな。ということは昨日の宮の浦岳山頂からこっちも見えてたんですかね。全然気づかなかった。いやー、すごいです。はい、ということで太鼓岩でした。もう最高の絶景でした。空は曇ってましたけどね、視界は澄んでて、ズーム見ることができました。では一旦ですね、また辻峠の方に戻って、白谷雲水峡の登山口まで下山していきたいと思います。はい、辻峠まで降りてきまして、ちょっとだけ休憩して、今から下山していきたいと思います。途中にね、白谷雲水峡は苔むす森というね、とっても綺麗な場所があるので、そこももちろん立ち寄っていきたいと思います。Thank you.
はい、ということでこちらがですね、苔むす森の核心部でございます。いやもう本当にね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。ちょっと GoPro だと色が、薄くなってしまいますけれども、本当にね、肉眼だともう一面グリーンの世界です。めっちゃ綺麗で心浄化されますね。はい、ということで、白谷雲水峡の苔むす森でした。まだね、見どころまだまだあると思いますので、引き続きご覧ください。はい、もうあとですね、白谷雲水峡の登山口まで、あと少しとなりました。でも本当にね、白谷雲水峡のコースはめちゃくちゃ気持ちがいいですね。水と苔と緑の森といった感じで、本当に、目の保養になります。で、耳でもね、楽しめます。水のせせらぎと鳥のさえずりとで。ではですね、まとめのエンディングはまた後ほど、お送りしたいと思いますので、一旦登山口まで降りたいと思います。着いた。ゴール。下山した途端雨が降ってきました。はい、ということで無事下山しました。ちょっとね、川の音が大きいのと雨が降ってきましたので、最後は車の中とさせていただきます。はい、今回はですね、屋久島の宮之浦岳と縄文杉の縦走コースを歩いてきましたが、いかがでしたでしょうか。
いやもう僕的にはですね、もう大変満足しております。めちゃくちゃ良かったです。今回のコースはですね、 YouTube を始める前の今から3年前の9月に同じコースを歩いてるんですけれども、その時もね全く同じ感じです。初日曇りの、2日目快晴で、3日目は曇りで下山後雨という全く同じ天候でした。ただね、今回の参考は前回を上回りました。というのも今回僕尺投げが咲くっていうのをですね直前まで知らなくて、でいざ登ってみたら、まああんな素晴らしい風景を見ることができて本当に驚きました。もうねあの景色見れたのは本当に幸せだったなと思います。でやっぱりですね、この尺投げを見にたくさんの方が宮之浦岳へ登られてました。僕と同じルートで歩かれた方もいますし、日帰りのねピストンで宮之浦岳往復された方もたくさんいらっしゃいました。で今回僕はですね黒見岳と永田岳も寄り道で行ったんですけれども、本当にね、どちらかといえば永田岳ですね。僕はもう風景で言えば宮之浦岳よりも永田岳の方が良かったかなと思います。まあ、もちろんね宮之浦岳側から見た永田岳の山容もものすごいかっこよくてねいいんですけれども、やっぱりですね永田岳側から最高峰を望むっていうのがね味があっていいですよね。まあ、黒見岳と永田岳両方寄ろうとすると結構時間かかっちゃうんですけれども、もしねどちらか一つでもというのであれば絶対永田岳を選んでいただきたいなと思います。まあ、本当にいろんなルートがありまして、おのおの皆さん、それぞれのルートを楽しんでおりました。C2 サミット 2C をやられている方もいましたね。海抜ゼロから山頂でまた海抜ゼロへ行くというような工程ですね。はい、それもね興味ありますね。なので僕としてはね本当に今回屋久島自体は4回目で、宮之浦岳は2回目になるんですけれども、なんとでも訪れたい島山だなと思いました。はい、話したいことはですねまだまだたくさんありますけれども、本当にね今回の動画長くなってしまったので、ここまでご覧いただいて本当にありがとうございました。そしてですね登山中にお会いした方々もですね本当にいろんなお話ができて、僕としても楽しかったです。本当にありがとうございました。またですねどこかの山でお会いできたらなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。長い動画でしたが最後までお付き合いいただきありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。